いや長々と喋っちゃいました。風呂入る前にもう本当に本当に黙ってらんなくて、もう変えましょう。いいかね、変えましょうよ。選挙でしか変えられないんです。で、5割の人が令和新選組に入れてくれれば今選挙に行ってない、楽勝なんですよ。山本太郎総理大臣できるんですよ。山本太郎総理大臣しないと絶対この国変わんないです。アンチもいるでしょうけど、左翼とか言って、左翼でも右翼でもないよ、バランスよくがいいよ。俺は日本大好きだよ。でも右翼じゃないよ、左翼でもないよ。いいものはいい、悪いものは悪い。日本にいいもの、国民にいいものはいい、国民に悪いものは悪い。それだけです。それしかない。この国に、この国にいいものはいい、この国に悪いものは悪い。この国の国民にとって悪いものは悪いんです。良くないんです。それだけです。この国民、この国の国民、みんなが笑顔になれる。全員がなれないですよ、本当だったら、やっぱり。でも、なれる政策をしていかないと。全員なるというのは難しいんですよ。人それぞれ価値観が全員違うんで。でも、その全員がなれるような、で、価値観の共有できるような、愛とか、正義とか、優しさとか、そういうモラリティのある、犯罪の少ない、やっぱりね、犯罪は貧しさからなんです。これからどんどん犯罪増えます。不景気になっちゃうんですよ。下手したらお金持ちの家が襲われたり、怖いです。そうならないためにもう今気づく時なんです。